さてこのセンター北駅前のこの場所も私にとっては大変懐かしい場所であります。先ほどのセンター南駅はこの間もやったんですが10年ぶりでありました。で私は当時はですね、神奈川7区に私、この地元がございまして日吉に事務所を構えて、そしてこの都筑区も広報局と同じ神奈川7区でありまして、しょっちゅう、この場所でも街頭演説をいたしました。そして当時も私の演説をこう熱心に聞いてくれた地元の応援者が結構いらっしゃいました。まあね、その方もどうなったのかなと思うんですけども、でもその時にさっきねセンター南駅前で私の昔からの友人が来てくれましてね、ちょっと病気なんですが病気をして、ご家族で来てくれまして、私の演説聞いて言ってくれました。ブレてないって言ってくれました。ちゃんと地元の人が証明してくれたんでね、ブレてないんです私はですね。ね、ブレてないってことだけは私自慢できることで、あと自慢できるものは何にもありません。世当たりが下手でですね、まあ本当はねずっとねバッジつけてればいいのにね、その自分の信念のためにね次世代の党なんか行っちゃってなんて言われましたよ。でね、もう絶望的な選挙しました。この10年前もここでも絶望的な選挙しました。だけどね、当時も私よりも年配の方がねいらっしゃいまして、その方々がもうね松田を国政にもうね次また当選してもらわなきゃいけないということで必死になって応援してくださった方がいましてね、その起訴直後にお二人亡くなっちゃったんですね。ね、でその方々にもねちゃんとご報告できるようにその方々の期待に応えなきゃいけないという思いもこの10年間全く変わっておりませんです。でそういうことでブレない松田と、ことなんですね。でブレないでずっと今までいろんなことをやってきたんですけども、このまずねあの当時から石原慎太郎さんの下で日本が本当の自立した国になろうじゃないかっていうことを言ってました。賛成とそういうこと言ってますよね。で自立した国になるためにどうしたらいいかという時に、あの石原慎太郎さんのようなあの著名人ですらですね選挙で落ちてしまったんですね。一緒に、つまり一般の有権者の中で、多数を取るというのはですね、いくら正しい主張を有名な人が言っていてもダメなんだということだったんです。これは衝撃的なことでした。石原さんなんてテレビでも注目されてましたからね。次世代の党の結党なんて今の賛成というよりもはるかにテレビで注目されて、私もしょっちゅうテレビに映ってたみたいですけどね。でテレビを通じて私の存在を知った人が結構いたんですね当時。でも賛成党になってから全然テレビに出ませんで、という状態ですね。でそのぐらい有名な人が日本が自立しなければいけないという旗を立ててあれだけやったにもかかわらず全く議席が取れず全員落選したんです。石原さんも私も一緒に落選しました。でこれは何なんだろうか。やっぱりね多くの国民が特にこういうね、この東京近郊ですとね、ほとんどの人がメディアを通じて判断してるんですね。で新聞やテレビ見て判断してるんです。だ新聞やテレビが麻生さんは漢字が読めないっていうとね自民党が政権を失っちゃったりとかですね、だから民主党はねパンとサーカスみたいなね事業仕分け変だとかね、そういうことをわーっと書き立てるとやっぱり民主党ダメだったとなって、みんなメディアに依存して投票してるんですよ。まあしょうがないですね。あのメディアしか皆さん情報ないからどうしてもそうなる。でメディアは方針があります。これは客観的な報道なんて全く嘘ですからね。で例えばね今回先ほどの話、このねバンされる話だってそうですからね、まあ、これぐらい言ってもバンされないと思うんですけど、あの話だってさっき党員の方言ってましたね、全然メディアが報道しなかったとね。でというようにメディアっていうのはもうこういう方針で報道するんだと決めたらそれに合う事実しか取材しないんです。でそうするとメディアがね、いやもうそろそろね麻生さんもね、こうねそろそろ政権交代した方が新聞が売れるって言ったらわーっと書き立てて民主党民主党民主党、そしたらみんな民主党投票しちゃったということですね。そして今度はですね政治と金の問題ができて、そしてあの政治と金の問題もこれも皆さん騙されないでください。こんなこと言うとね問題発言って言われるかもしれないけど、たかがって言ったらいけません。たかがとは言いません。だけど帳面に記載しなかっただけの問題です。要するにで使ってるお金はね私も知ってますけど、まあ大体ね私腹を肥やしてるってところには使ってない。政治家やるまつは分かりますけどね、とにかく金ないんですよ。で普通の活動に金がなくて金がなくて困ってましてね、でそんな贅沢なんてやってる金普通はないです。まあ、あの2世3世は知りませんよ。これね、代々地元を継いできた人たちはね
結構銀座でなんかね名前聞こえね、あの私いろんな情報もありますからね、あの先生がこの間来たとかね、そういう話なんだけど、だけど普通の議員はね、あの本当にね、お政治のお金に全部消えてしまうんですね。で政治に全部お金が消えてしまうんですが、だから今回も不記載だったお金は政治にほとんど消えてるんですね。ですから ある議員が、この間私と対談しましたけど、自分も検察に呼ばれた、だけど全部政治に使ってるっていうのが分かったので無罪放免だった、まあ、これがほとんどだと思います。だけど記載しなかったから裏金になりました。で裏金になってしまったから、これは一般の国民はこの税務署でちゃんと申告して領収書まで出してるのに、で政治家はね、これは課税されないのか、領収書を公開しないのかというところに行ってしまって、いかにもね政治がねとんでもない悪いことをしているというふうになって、そして自民党の支持率がガタガタガタっと下がってですね、もう今はね岸田さん応援来ないでくれなんていうね、いうぐらいになっちゃいましてね。そして車座対話をやってもですね、何やってんだということで、もうね自民党の支持者が支持が離れてるっていうぐらいまで来ちゃいました。いやー、オーメディアの影響って大きいなと思いましたね。でもね、この問題はねそんな問題じゃないんです。政治にお金がかかってるんですよね。だから立憲民主党だってね、パーティー禁止するっていうね法案出そうっていうのに、しばらくパーティーやるみたいですよ。あの法律が成立するまではやるって、何やってんのあいつだって思いません皆さんね。これ日本人のモラルと違いますよ。法律に変えてなければ何やってもいいっていうのは西洋文明はそうかもしれない、アメリカなんかそうですね。でも日本は違うんですよ。モラルが大事なんです。その人のモラル、信用、信頼、言ってることとやってることが一致してるか、そこでダメだったら法律が OK でもその人ダメなんです。だからね、言ってることとやってることが違うっていうところで、あ、もう立憲民主党もダメだなと私は思いましたけどね。そして自民党について言えば、やっぱり岸田さん、なんで自分のこと処分しないのということです。これやっぱりね、全国で、自民党の中からの不満が出てるようなんですね。でもね、でもこんなことでごたごたしてる間に、私たちに報道されてざる重要な事実があるんです。これ皆さん知ってほしい。でこれはね、あの先ほどセンター南でも言ったし、私も何度もね自分のチャンネルでも言ってますけどね、今日はちゃんと連れてきました。もうね、子供が怒りますよ、こんなこと聞いたらね。お父さんお母さんの世代でそんなこと決めたので、子供たちにその負担がいくんですよ。怒りますよね、怒るよね、マナティ怒りますよ次の世代の人たちにどういう負担がいくか、まあ私たちの世代でも来ますよ。ウクライナの 9.4 兆円のアメリカの予算を肩代わりするっていう密約を国民に断りもせず密約をしてきた。それであの予算が本当は成立しないのがアメリカで成立しちゃったという話をね、さっきセンター南でしました。こっちの方がはるかに重要な問題で、メディアは報道しません。で今度ね、もしね、この衆院解散総選挙をやったとしたらですね、この問題は絶対に表に出しません。でも私たちはその結果として、いつの間にか国民に断りもせず増税をする政権を自民党が勝ったらですよ、また許してしまうことになります。そしてしかもですよ、あの岸田さんのアメリカでの演説、複数の人に聞いてみました。そしたらね、私はそんなに、ね、あのネイティブの英語使いじゃないんで分かりませんでしたけど、やっぱりね、岸田さんやあるいは日本の外務省が書いた英語ではないって言ってました。これはバイデンの側近が書いたとしか思えないと、大体皆さんそう言ってましたね。書かせられたんですよ、日本の総理大臣がの演説内容をアメリカに書かせられた。完全に日本が植民地だってことじゃないですか。安倍さんの時は違ったみたいですよ。安倍さんの時は安倍さんのスタッフがみんなで議論して、私の友人の谷口智彦っていうのがいましてね、で彼と安倍さんが相談して、書いた演説なんですね。それと全然違うんですよ。つまり安倍さんの時に比べて日本は完全に植民地になっている。つまり大きな声であんまり言いたくないけれども、売国なんですね。ドって言ったらもっとひどいから、それは悪口になるか言いませんよ。ドとは私つけてませんから、売国で寸止めしてますんでね、売国。はい、ありがとうございます。で、そして私たちは今度その自民党政権をまた続けさせることになると、国民がこの売国と隠れ増税を認めたってことなんです。そんなことを誰が認めたんだ。でもね、選挙の結果そうなりましたになっちゃうんですね。
これ絶対許されない。そしてもう一つは、今岸田さんが考えてるのなんかね、最近なんか知らないけど、急に北朝鮮拉致問題がね、結構報道されてますね、あれね。何なんだろうとこれ思うんですよね。どうも水面下でいろんなことが進んでるらしいんです。で、これもどうも複数のね、情報源が言ってることによりますと、田中さんというと金田さんというお二人がいらっしゃって、お一人は、拉致被害者、もう一人は特定失踪者だそうです。で、この二人はもともと日本に身寄りがないそうです。孤児院かなんかにいらして。で、今北朝鮮にいらっしゃって、そのお二人がどうも羽田空港で飛行機からタラップを降りてくる。これ20何年前に小泉政権の時に拉致被害者の方々、ね、当時の方々いらっしゃいましたね、でそういった方から降りてきた。そして国民が感動した。小泉さんすごいすごい、これをねやりたいみたいですよ。でもこのお二人は日本に身寄りがないのですぐ北朝鮮に帰っちゃうらしいんですよ。で、あれ家族会の方々が待っている横田さんとか、ああいう方々はどうなるの。合同調査委員会を作りますというのがあるらしいですね。合同調査委員会で調べますと。で、そこにアメリカも入りますと。アメリカも入るから、これ真面目に調査します。これが大嘘なんですね。で、これで北朝鮮から見たら、あ、見事まんまと引っかかったと。で、この案はずっと金正恩が言ってきたらしくて、これに、ね、安倍さんも何度も、ね、これ蹴ってきたらしいんです。というのは、本当に日本国民が待ち望んでる拉致被害者を永久に帰国させなくなる案であるということが分かっていたから、これ蹴ってたんですね。ところがですね、あの岸田さんはそっちに乗ってしまう可能性があると。次の自分の総裁選で自分が再選するために、支持率を上げて、もしかしたら解散できるようにするために、自分の支持率、自分の自己都合、自分の政権維持のために、拉致被害者まで切り捨てるんですか？こうなったら、売国増税、拉致被害者切り捨てを選ぶのか、それに対してノーを突きつけるのかというのが、本当の今度の衆院選で問われなければならないテーマじゃないでしょうか。そう思いますよ、皆さん。こんな重要な話はですよ、マスコミが全然報道してないんですよ、まともに取り上げて。マスコミの皆さん何やってんだ。さっきもね、センター南の駅前で怒ったんだけど、新聞記者の皆さん、もう一回ね、自分の職業倫理を思い出してくださいよ。ね、特ダネでしょ、こういう話は。そしてね、YouTube では言えない話、ね、この話もね、ちゃんと取り上げたらどうですか。今度デモが起こったら、ちゃんと報道したらどうですか。世界中にね、YouTube が、ね、今、弾圧されるんだったら、日本のメディアがここでね、自分たちのね、大和魂を発揮して、日本が世界に先駆けて立ち上がってるんだぞということをね、世界に発信したらどうですか。ね、人生一度しかありませんよ、メディアの皆さん。自分たちが何のためにメディア人になったのか、その原点に立ち返って日本のために尽くしてみましょうよ、皆さんで一緒に、メディアの皆さん、というふうにですね。で、この部分はぜひね、 YouTube でバーッと拡散してください。記者の人に見せてください。情けない今の記者がですね。からもう一つね、本当に情けないなと思うのはね、参政党がなんでここまで報道しないのかってことなんですよ。あのこの間ね、あの私の友人の、あんまりネタ言っちゃいけないのかな、あの私の友人のね、某ジャーナリストがね、あのあれなんです、この間東京15区で散々この妨害ありましたよね。あれについて取材してきたんですね。取材の、あの元は私ではありませんかと言っときます。でもね、その人がまあちょっと、ね、週刊誌に出すんでしょうけども、言ったんですよ、その人に。なんで1年半にもわたって、あるいは2年近くにもわたってですよ、一昨年の、秋年末ぐらいかな、ずっとうちはね、ああいう妨害受けず、それもね、あんなもんじゃね、日陰にならないぐらい。あのテレビで報道された小池さんのところはどうだとかね、報道されてましたけど、あんなんじゃないですからね。ご存知の方いらっしゃいますよね。あの3月ぐらいか4月か忘れましたけどね、あの新橋、あれはもうね、えげつないというかね。でね、ああいうことをね、なんであんたたちね、急に小池さんがわーって言ったらね、報道してね、なんで私たちのこと報道してくれなかったんですかって言ったんですよ。ね、でどうしてもね、参政党については報道しない、なんか報道しない自由はね、参政党についてあるみたいな感じがするんですね。でもね、この参政党って実はもっともっと大きな意味があります。
どういう意味があるかというと、新しい、ね、政治作ってるんですよ。この新しい政治って何かというと、でちょっとね、これはあの 学問の世界で新しい概念ができてるんです。何かと言いますとね、これね、ファンダムって言うんですよ。ファンダム、ファンのキングダムってことです。ファンの人たちが集まって、自分たちでの意思で、今のところね、それはね、例えば特定のアイドルとか特定 あのカリスマのある人とか、そういう人のファンが集まって、このアイドルのやってること、カリスマの言ってることは素晴らしいとか、この人気歌手素晴らしいと言って、で自分たちでそのプロデュースする、自発的な活動をする、そういう、まあ、自然に集まった人たちの集団のことをファンダムっていうんですね。でこれが結構ね、各国で広がってるんです。で参政党はこのファンダムであるというね、そういう指摘があるんです。で考えてみたら確かにそうだなと。ただね、そのね、ちょっとね、詳しい人とこの間対談したら言ってました。いや、参政党ってこういうことなんですよって言ったら、ファンダムよりもさらに先に進んでると言ったんですよ。なぜか、それは特定のアイドルとかそういうじゃなくて、我々が何のファンなのか、日本という国のファンなんですよ。日本の国が大切だと思う理念、その理念に共鳴して、そのファンが集まったんです。これは初めてのことだと、世界でも。だからこういう現象が起こったので、今までなかった現象なので、既存のメディアの人たちはこの現象のことを理解することがまだできないんです。そういう頭がついていってないんです。理解できない。だからバックに何もないと言っても、バックに何もないはずがないと思います。いや、確かにバックが何もないと分かったら、じゃあ宗教だろうとかカルトだろうとか、そっち行っちゃうんですよ。志が低いですね、本当に。こういうのね、レベルが低いって言うんです、ね、参政党のことをそういうふうに言う人たちはレベルが低い。あのね、こういうこと言うと、私がこういう発言するとね、反感買われること、言っちゃいますよ。知的水準が低いと思いません、皆さん。こうやってね、国民がこうやって立ち上がってね、日本のためにって言ってね、自分でお金払ってまでね、時間を使ってまでこうやってね、参加してるってこと、これすごいことなんですよ。これ戦後も少なくともなかったですよね。宗教でも何でもないですよ、カルトでも何でもない。で特定のね、アイドルのためにやってるわけじゃないですよ。日本のためにやってるんですからね。でこれをね、こんなにすごい、ね、ネタないじゃないですか。なんで報道しないですか、記者の皆さん。特ダネじゃないですか。私が記者だったら大特ダネしますよ、これ。どんどん取材入り込んでね、だからなんかやっぱり変な、みんなで日本のね、日本人なんだから、日本のためのこと考えましょうよ、それぞれの人たちが、ね、でそれが参政党です。で、あの先ほどね、石原慎太郎さんのような有名な人があれだけ日本の自立を言ってもね、政治が変わらなかったって話しました。で今ね、それと似たようなことをやってる、まだね、諸派と言われている団体がありますね。あの方も大変有名人ですね。私が昔やろうとしたこともやってるなという感じで私は見てます。あれがうまくいかなかったからね、だから参政党を作ったの。今言ったファンダムみたいなのを作って、で日本という国のファンを増やさないと、国民がそっちの方に投票してくれない、投票行動してくれないと政治変わらないんです。だからそういったファンの輪をね、広げていくっていうことに、私は党の昔に自分はね、そっちの方に一歩先に進んでるのに、またあの時代遅れのことをやってるなっていうのが私の印象なんです。だから今ね、わーっと今またね、ネットで、ね、人気上がってるかもしれない、なんとかあかりさんって人がね、この間出てましたけど、ね、これ以上言うとね、私が何を言ってるか分かっちゃうんで、もう分かっちゃったけどね。でもね、またあんなことやったって無理だと私は思ってるんです。実言いますと、まあ我々とね、なんか力が貸してほしいっていう局面が将来来るかどうか知りませんけれども、でもね、やっぱりね、この日本の国を守っていくということを本当にやるために、政治を変えるためには、このファンダムのようにして参政党のアプローチしかないんですよ。でこのアプローチをさらに私はもう一つ付け加えたいのは、政治家がいくら口でね、日本を守るんだとかね、言っててもダメなんです。ダメなんです。そこで我々参政党、神谷さんと一緒に、ね、決闘して、今決闘したメンバーって私と神谷さん2人になってしまいましてね。で、もうこの決闘した時からずっとやってるのはこの2人なんですけども、でもあの決闘した時にね、何を思ったかというとね、コミュニティを作りましょうってことなんです。コミュニティっていうと武田先生に怒られるかもしれないけどね、日本語で言うと共同体ってことですよね。でもコミュニティの方が分かりやすいと思います。
で、このコミュニティっていうのが実は日本なんです。日本ってコミュニティの社会だと私は思ってます。で、欧米というのは株式会社みたいなのを作ってみんなで利益を上げましょう、利益を分配しましょう、つまり金が先になってるんですね。でも日本は違うんです。みんなで集まってみんなで考えて、そしてね、でみんなで納得しながら前に進んでいこうっていうのがこれ日本のね、国民性だと思うんですね。で、そういうふうに日本の神話もできていて、天照大神が、でそれまでの大国主の時代と違って、大国主の時代は力の強い流通業者が、商売人が農産物を買い叩いて高く売るということをやっていた。でも違うよと、ね、天照大神は農民こそ大事だよと言ってね、これはグローバリズムと、ね、我々のとの戦いみたいなもんですね。それは大昔からある。そして日本は、ね、このグローバリズムを、違うよということをずっと言ってきて、国がのを営んできた国なんですね。で、これはどういうことかというと、民が大事であると、力の強いものじゃなくて民を大事にしましょう。そして民がみんなで集まって納得するまで議論して、そして少数者の人も納得をしてもらうということをやって、それで物事を決めていくと。これすぐに多数決やってしまうと違うんですよ。多数決なんてあれね、ほとんどズルですからね。だからさっきも言ったように、本当に大事な問題は棚に上げて、そして自分にとって有利な、ね、テーマを出して、それで多数決取ったら、ね、誰も反対しないようなもので多数決取って、 LGBT がそうだったじゃないですか。あれ LGBT の問題でね、ここにおられる方ね、あの法案良かったと思いますか。あれ、あの結果ね、昨日もね、ガナハさんとの、ね、対談を見てくれた方は分かると思いますけども、いつの間にか子供が性転換手術を受けるんですよ。そして親がそれに反対したら、その親はね、LGBT 差別者だと言って、ね、迫害されるんですよ。で、子供が親から引き離されるんです。親と一緒にいたらね、この子供の権利が守られない。LGBT の権利が守られない。そして性転換手術も子供もまだ分かんないうちに受けて、そして男と女と中間がありますよって言われて、教育を受けて、いや、男であることに疑問を持つのが正しいみたいに、女であることに疑問であることが持つことが正しいみたいにして、そして手術をさせる。当然その手術は医療利権にもなりますよね。で、そうやって儲けるやつがいると。でも後で後悔するんですね。人間ってこのね、もう先天的に本当に LGBT の方は苦しいっていう、苦しいらしいんです。本当にこの苦しいらしいんです。で、その苦しい状態に追い込んで、そして悩みに悩んで、あ、やっぱり自分はね、男だった、女に転換したけど男に戻りたい、そう言って悩んで悩んで苦しんで自殺する人も結構いるんですね。で、そういう悲惨な出来事がたくさんアメリカで起こってきてる。で、これと同じことを日本でやれっていうのがあの法律なんです。あの法律が成立したから早速いろんな利権が動いてるんですね。で、こういう情報をきちんと皆さんが共有したら、あの法律に反対する日本人は多分まともな人だったら一人もいないと思いますよ。まともな人であればね。でもね、今まともでないことが平気で起こっちゃってるんですね。だからああいう形で多数決で多くの自民党議員も反対してたのに、強行的に岸田さんがね、エマニュエルさんという方に言われてね、それで無理やり通しちゃったと。多数決でああいうことが起こっちゃうんですね。だから私たち日本人はみんなで集まって、私たちの常識に照らしていいことを考えましょうっていうのが、これが日本の民主主義で、これをね、コミュニティごとにやっていこう。参政党には280も支部がありますから、そういった支部の単位でね、日本型民主主義をやりましょうということを実践しているのが、これがただ政治家がわーわー言っている政党とは違うことなんです。みんなで実践しているってことなんですね。で、そこで大事なのは、まあ、他の場所でも言ったんで、もしかしたら問題になってるかもしれないから言いますよ。談合が大事なんですよ。談合型民主主義って、私新しい言葉作ろうと思うんです。なんで談合いけないんですか。アメリカ人にとっていけないんです。これなんでいけないんでしょうか。アメリカの大手建設会社が日本の市場に参入できなくなるからです。アメリカの大手の建設会社にとってみれば、価格競争すると自分たちは大企業だから安い価格を提示できます。自分たちが落札できます。でも日本はなんか違うことです。中小零細企業をみんなでちゃんと食べられるように、次はあなた、次はあなたってやってる。これはいけないことなんだというふうにやったんですね。で、私あの時もね、役人やってたんです。競争入札っていうのは急にいろいろ言われました。何だろうと思ったんですよね。競争入札って安いものっていうのは、安いものがいいっていうのは、要するに金目の話でしょ。これ例えば日本のインフラ、手抜き工事されても安い方がいいんですかって話なんですね。
私たちは多少税金が高くても安心で質の高いインフラの方が絶対国民求めるはずなのに、で結局これね、外資が儲けるための手段で、でガタンが悪いことになっちゃった。日本はもっともっと知恵の進んだ国です。小柳善光さんが私のチャンネルでこうおっしゃってました。縄文文明はですね、3万8千年前に日本だけは新石器時代になったって言うんですね。で世界が新石器時代になったのは8000年前だってですね。つまり日本は3万年進んでいた。まあ、これ本当かどうか私は分かりませんよ。でちょっとこれはね、ちょっと大げさかもしれないなと思うんでね、割り引いて考えた方がいいかもしれない。だけど、そう彼が言うぐらい日本は最先端の文明を作っていたのは間違いないんじゃないかなと思います。だからそういう知恵の中で、みんなが納得する民主主義がいいんだってことを、日本が欧米よりも前にちゃんと考えついていたんですね。だから我々は海外から言われて、日本の観光がおかしい、談合がおかしいとかね、 株式持ち合いがおかしい、放出しろだとかね、でなんかね、このなんていうか長期的な取引関係じゃない、もうね、これは市場で競争しなきゃダメだとかね、でそういうね、不良債権は売却しなきゃいけないとかね、とにかくアメリカに言われたまんまに90年代やってきたんですね。そして日本がこうなってしまったじゃないですか。だから私たちの答えは簡単なんです。もう一回日本を思い出すだけで答えが出るんですよ。その自信を取り戻すってことなんです。で、それを民主主義の場で実現するために参政党はそれでみんなで熟議をしながらということをやろうとしました。こういうことを言うとまた誤解をされるかもしれないけど、私誤解されることばっかり言ってるんだけど、武田邦彦先生って言いましたよね。過去の人になってしまっちゃったんだけど、彼が言ってました。これ前にも言ったことあるんだけど、去年の8月ぐらいだったかな、参政党のチャンネルで私との対談で言ってましたよ。自分が絶対正しいと思うなと。自分はね、3割ぐらい間違ってると思えと。人間に完璧な人間はいないんだと。絶対に正しいっていうのはね、これはあれです。マルクス主義とか、これがね、左翼なんですよ。共産主義が絶対正しいとかね、LGBT 差別がいけないとかね、それはそれ中、そうかもしれませんよ。差別はいけませんよ。でも差別がいけないっていうからね、子供が性転換手術することに反対な母親までいけないって言うんですか？違いますよね。つまり常識を超えてもね、絶対に正しい原理があるんですよ。で、これと違うのが、これが本当の保守であると。保守という名前を付けた政党ありますけども、本当にそうであれば、決めつけをしないで、みんなで話し合う場を作ろうっていうのが、これが本当の保守じゃないですかと。で、参政党それをやろうとしてるじゃないですか。現にやってるじゃないですか。ってことなんです。で、武田先生は、ね、こうやってね、3割ぐらい間違ってるかもしれないという部分を、党員の皆さんが持つことによって、みんなで話し合いながらね、民主主義なんて完全なものないんですから、これ民主主義なんてね、最悪の制度だってチャーチルも言ったんですから、でもこれ以上の制度がないって言ったんですから、これみんなでね、少しずつでもね、よくしていくしかないんです、集まって。よくして、あともう1分しかないですね。じゃあもう一言だけでもう一つね、1分ちょっと超えるかもしれませんけど、今回ちょっと言わなきゃいけないなと思ったのは、実はさっきセンター南とは違う話をセンター北の、経済の話しようと思ったら全然経済の話ができない。ちょっとだけ一言触れます。これはですね、参政党のこの間のチャンネルで、このね、及川さんという人がね、 CBDC はグローバリズムの手先であると言って、全面的にこれはいけないものだというふうに言ってました。で、そうするとね、もしかすると俺マツダプランがいけないんじゃないかと心配する人がいるんじゃないかと思うので、でこれ今度実はね、赤坂チャンネルで私もその話を収録するんですけども、マツダプランがとは関係ありませんので、話は。ということをちょっと一言申し上げたいと思います。なぜかというと、簡単に言いますとね、要するに CBDC っていうのは、中央銀行がデジタル通貨を発行します。デジタルドル、デジタルユーロ、デジタル円も今、日銀が検討してます、ね。で、ああいう流れを最初に作ったのが中国なんですね。中国がデジタル人民元を始めています。で、今中国がやってるのは中央集権的に先制体制を強化するためにブロックチェーンというのを使ってるんです。で、ここから日本を守るためにブロックチェーンを独自に作ってやろうというのが、これがマツダプランなんです。だから最初から反グローバリズムの立場で考えてるのがマツダプランであるということです。それから、じゃあね、デジタル通貨だったらこれで全て国民のね、情報が把握されて、例えばさっきのね、この感染症の時にこの地域の人に、ね、
なんか使わせないとか、あるいは期限をつけて一定期限が来たら使えなくなるようにするとかいう話が彼してました。でもね、長年私は通貨に関するお仕事をしてましたが、お金の源泉って何か、お金のっていうのは信用されないと使われません。ちょっとでもそんなことが起こってしまったらみんな使えませんよ。その時に大事なのは、全部が CBDC になっちゃって、全てのお金の支払いを CBDC にする。これは、ね、中国共産党はやりかねません。で、そういうんじゃないんです。マツダプランで考えているのは、現金もある、1万円札もある、預金通貨もある、カードもある、その他の電子マネーもある。その中の一種類として政府の発行するデジタル通貨がある。で、政府が発行したデジタル通貨を使ったら、なんか変なことに使われてしまったとかね、急に止められたんだったらみんな使いませんよ、そんなの。他のものを使うふうになるに決まってて、で、そんなバカなこと政府するわけないんですよ、そんなことね。だから、そういう心配は私の考えているマツダプランではありませんということなんです。で、マツダプランは本質的に言いますとね、それはね、及川さんも言っていた、これからは自分たちの実物に近い、それぞれが通貨を発行する、そういう経済がいいんじゃないかと言ってました。これをやろうとしているのもマツダプランなんですね。例えば、通期区であれば、続きコインというのを出してもいいわけですからね。参政党なら参政党コインというのも出していいわけで、で、多種多様なね、お金を信頼できる情報基盤の上にやりましょう。そして今の中国がやっているブロックチェーンとは違う、自律分散型といいまして、自分の情報を自分で管理する自己主権型の基盤を Web3 といいまして、その基盤が国産であるんです、日本は今。そしてデジタルが怖い怖い怖いと言うと一見受けるかもしれません。でもね、デジタル反対と言ってるだけだったら共産党です、これ。世界がデジタル化する中で、じゃあどうしたらね、私たちがにとって安心できるデジタルの社会にするのかを考えるのが、これが本当のね、国政政党の責任だと思いますよ。だって世界はね、デジタル化していくんだから。そして今日本にはね、デジタルのプラットフォームがないだけで、毎年5兆円ものデジタル赤字が発生しているんです。国際収支で。で、このデジタル赤字が結局は円安の原因にもなってるんですよ。皆さんが物価高の原因にもなる。つまり経済を弱めちゃってる。私たちがプラットフォームを持ってないだけで。で、その国産のプラットフォームをね、ちゃんと作りましょう。あるんで、それを使いましょうと言ってるのもマツダプランなんで、これは反グローバリズムの立場に立ったデジタル基盤だということをね、ぜひ皆さんにご理解いただきたいということを最後に申し上げまして、このね、もう時間過ぎてしまいましたので、ここでのとりあえず私の話は終わらせていただきます。どうかの参政党というのは、そういうように新しい、ね、日本の、民主主義のあり方を日本の伝統に従ってね、もう一回取り戻そうということで作った政党であるということなんです。で、これを広げていかない限り日本の政治は変わらない。で、相も変わらず何の意味かわからない解散総選挙を繰り返して、そしてね、いくつまでたってもね、あの政党が、ね、どっち向いてるかわからない、さっき話しましたけど、そういう政治が続いていくのがいいのか、あるいはね、我々に、ね、日本の、ね、富を取り戻しね、私たちの誇りを取り戻し、で、次の世代に、そしてマナティーもね、元気になるような国を作れるかどうか、その選択がですね、今度の衆議院選挙だということを最後に申し上げまして、とりあえず私の演説を締めくくらさせていただきます。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。松田先生、ありがとうございます。本当にためになる話だと思います。まあ、皆さんよく松田先生の話を聞いていただいたようにですね、我々参政党は、まあ、本当に、日本のための政治、まあ、それをしようとしているというようなことでございます。続きましてですね、松田先生の方に、まあ、党員の方から上がってきた、質問コーナーというので、まあ、一応設けておりますので、2点ばかし質問をしたいと思います。今ロシア関係、まあ、ロシアって、まあ、一般的には日本の敵だよって言われているのが通年だと思います。ただこれロシアは一応隣国ですね。で、いまだにその取引ってやっぱあるんですね。まあ、そういうふうな背景に、まあ、プーチン大統領がですね、今度 87.3% のものの得票で5度目の大統領に選出されたと、先日ですね。まあ、今後のロシアに関
ロシアとの関係をどのように、お考えでしょうかと。特に、日本はですね、我々のエネルギー石油ですけれども、この9割を中東、特にサウジアラビアとか UAE に依存しております。でその両方ともですね、ロシアが中心、ブラジルが中心のブリックスの方に、今入って、いっているというふうな状況でございますね。台湾と今中国との情勢を考えるとですね、そちらの方の船が止まらない、止まるという可能性だって今後出てくるかなと思いますので、そういうふうな面からですね、サハリン2とかですね、ロシアのエネルギー関係をさらに構築するのは日本にとって国益があるんじゃないかなというふうなところの質問が上がっているので、その辺を教えていただきください。ロシアはですね、西側による経済制裁のおかげでもっともっと繁栄しています。モスクワは日本よりもたくさんの商品であふれているそうです。そして GDP の成長も結構堅調に伸びています。国民生活はおそらく東京よりも豊かじゃないかという話もあります。全然これがね、報道で伝わってません。プーチン大統領は国民からの信頼を失っていると言っても、今は数字が挙げられている 90% 近い人が投票、不正選挙だろうって言うんだったら、だったらアメリカの不正選挙なんだあれはという話ですし、不正選挙でもね、 90% 近い得票なんてしません。国民はプーチンを圧倒的に支持しています。なぜならば、あのウクライナの問題は西側が報道しているような、あるいはプーチンの領土的野心によるものではなくて、自分の国を守るために必要、やむを得ざる行動だと国民が理解しているからです。理解しているからです。しかし、こうやって戦争を起こした西側勢力、こういうふうに言うとすぐにね、お前はね、ロシア派だとかね、プーチン擁護だってまた言われちゃうんだけど、そうじゃないです。客観的に見ましょうって話なんですね。で、そういう中で経済制裁をした結果、困ってるのは我々西側なんですね。我々の方が困ってしまってる。当然石油価格も上がってくるし、それからドルの決済が、ね、みんなもうあんな風に凍結されるんだったらって、今新興国途上国が、このグローバルサウスといって、G7 の方じゃないんですよ。中国やロシアの方になびいてるんですよ。で、米ドル決済をやってると凍結されるかもしれない。なんか戦争だって言ったら、さっきも通貨は信用が大事だって言いました。今アメリカのドルが信用を失おうとしてるんですよ。そして今ね、中国ロシアを中心としたブリックス共通通貨を、それこそね、ブロックチェーンで発行しようという動きまで出てきてるんですね。で、こうやって西側が衰退する原因を作ったのがウクライナ戦争なんですね。で、その中で私たち日本はどういう立ち位置にいるかといったら、西側が戦争大好きな戦争屋さんがアメリカを動かして起こしている、このウクライナ戦争を起こしている側につくのか、あるいはロシア側につくのか、どっちでもありません。どっちにも我々はつかないでいく。何？それは我々は日本派であるってことなんです。我々は日本派であるってことをやったのは安倍さんがやってたんですね。クリミア戦争の時に G7 の他の国がロシア制裁やっても日本はしなかった。で、そしてロシアは日本にとって G7 のアメリカやヨーロッパの国と違ってお隣なんですよ。海のすぐ向こうはロシアなんですよ。漁業資源だってね、ある話があるし、そして天然ガスや石油だってすぐそばから輸入できる、とっても大切な国なんです。で、ここね、ロシアはとっても大切な国ですっていうところだけ切り取ると、マツダはね、ロシア派だってなっちゃうんですよね。でもそうじゃないんですよね。国民生活にとって不可欠なことは不可欠なんです。そして今ロシアから、ね、石油とか天然ガスを、入れないようになって、日本は石油の海外の依存を中東に依存する割合が9割を超えてるんですね。で、今ね、この間もね、ライシ大統領がああいうふうになりましたよね。イランってこれからどうなるか分かりませんね。で、あそこでホルムズ海峡封鎖みたいになってしまったら、まずあそこで石油が止まってしまいますね。それから台湾の話、中国もね、台湾に対して台湾軍事侵攻との前より前に台湾の海上封鎖やれるよってことを今やってますよね。海上封鎖されて台湾海峡、あそこが通過できなくなってしまったら、日本は完全に油が切れてしまう、石油が切れてしまうというところまで来ちゃったんです。で、日本にとって大事なのは自分の国のエネルギーや食料の安全保障じゃないですか。で、そのことを最優先に考えたら、ロシアとの間でも一定のいい関係を持ってないといけない、こう考えるのが本当の国家戦略ではないでしょうか。で、
その上で今現実的に何ができるかというと、まあ、ここまで来ちゃったんならね、ロシアに頼るわけにいかないとすれば、アメリカから、ね、石油を輸入するって話が実はあるんです。で、日本は戦前アメリカから輸入してました、石油を。それでアメリカが日本に石油を輸出しないと言って、それで日本は困っちゃって真珠湾攻撃になったんですね。で、再びアメリカから輸入するって手が実はあります。ところが残念なことになかなかこれが進まない。なぜかというと、アメリカの石油っていうのは中東よりも質が高いらしいです。で、質が高いと製油所がそれなりの設備投資をして、その質の高い石油に合った製油所を日本側で、ね、まあ、いわゆるなんていうか改築しなきゃいけないというかね、そういう設備投資しなきゃいけない。で、そのためにはやっぱり政府が支援しなきゃいけませんね、補助金を出して。だけど経済産業省は今頭の中が再生可能エネルギー一色なんですね。脱炭素一色で、石油のねことなんてお金出すなんて考えもつかない。で、これも完全にグローバリズムによって洗脳されて国益を失っている日本の姿になってしまうということなんです。だから我々はね、グローバリズムに支配されちゃダメだよという政治の力を伸ばしていかないと、例えばこんな風にして私たちのエネルギーまでね侵されていく。食料だと同じ問題があると思いますのでね。だから賛成党がいかに重要かということだと思います。はい、はい、ありがとうございます。もう一問だけ、そしたら今衆議院の方で経済安全保障版のセキュリティ、クリアランスというのが通過したということが報道されています。まあ、これについて、まあ、多分あまりこういうふうな面では皆さんご存じないと思うので、簡単にご説明いただければと思います。セキュリティクリアランスというのは政府の秘密情報にアクセスできる、政府の秘密情報を知ることができる人を制限しようという、こういう法律でようやくこの通常国会で成立しました。で、今までずっと成立しませんでした。で、他の G7 の国はみんなこの法律があります。日本だけなかったんです。で、昔私が国会議員やってた時に特定秘密保護法っていうのが成立したことがありました。あの時の与野党がものすごい議論していて大騒ぎしてましたけども、これは何かと言いましたらね、例えば北朝鮮の情報がありますと。で、この情報についてこれを知ってるということがバレると日本の国防上まずいという情報については、これは政府の中のごく一部の人しか知らせないという、そういう情報を特定秘密情報として指定するんですね。で、これについてもね、政府は、ね、秘密主義やるのかとかね、開示しろとかね、野党が大変だったんです。でもこんなことを当たり前のことで、そういう秘密を知った人が簡単に外にばらしてしまったら、アメリカが機密情報を日本にくれなくなります。そんなの知らねえよと、日本は自分で自分のことをやればいいよというふうになります。日本はそうでなくてもね、情報機関ないですから、アメリカの情報に頼るしかないのに、日本に情報をやったら漏れてしまったらまずい。だから、情報を渡さないってなったらまずいんで、あの法律ができました。でも世間はものすごい誤解をしました。で、今回はセキュリティクリアランスというのは、例えば防衛関係の産業があります。まあ、三菱重工とかそういう、ね、企業が防衛関係やってますね。で、そういうところに政府が持っている国防上の秘密の技術情報、そういうものをその会社の中でその情報を知ることができる人を制限しようというのがセキュリティクリアなんですよね。で、知ることができる、制限するときにその人が例えば、ね、女癖が悪いとかね、しょっちゅう飲み屋に行くとかね、それから交友関係の中でね、外国人が多いだとか、あるいは奥さんがね、外国人であるかどうかとか、いろんなことをチェックするんです。こんなアメリカで当たり前です、こんなのね。で、それでスパイ工作されないかどうかとか、で、その上で、あ、この人は OK ねって言うだったら、この人は OK よ、その人はこの機密情報にアクセスできる。で、そうやって例えばその会社でその機密情報を使った技術開発に携わったりすることができるということになったんです。でも、これ他の国はみんなそうなのに、日本は今までそうでなかったために、他の国との間の技術協力に支障が生じてたんです。日本だけ排除される状況だったんですね。これは日本の産業にとっても非常に大きなマイナスです。で、これを他の国並みにしたのが今回のセキュリティクリアランスなんですが、しかし
こうやってね、本人の素行まで細かく調べるのは、ね、個人情報保護に反すると言って、また野党が大反対して、そして自民党と公明党の連立の中でも公明党が大反対、なんかあの中国にとって都合が悪いことは大反対する政治勢力が日本にめちゃくちゃ多いんですけどね。でもね、だからこれね、ようやく成立したんで、ようやく日本もね、少しまともになったというのがこのセキュリティクリアランスで、似たような問題たくさんありますんでね、なんかこれをね、このね、日本が何かしようとするときに、個人情報保護がどうのこうのとか、そういうことを言ってるのは大抵なんかバックがあると思ってください。で、それによって日本がどれだけね、社会の進歩が遅らされてきたかということをね、ってありますので、そういうことをちゃんと声を上げていく政治勢力も賛成党ではないかなというふうに思います。とりあえず以上です。はい、ありがとうございました。はい、それでは、以上をもちましてですね、センター北駅における松田学先生による凱旋の方を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。